今、補足 EV 走行をしてます。この先、上り坂ですので、アクセル強めに踏んで、エンジンをかけます。はい。で、今は、モーターが5速、エンジンが6速で走ってます。で、今、強めに踏んで、エンジンプラスモーターですね。はい。で、IDCD は、エンジンかかってる時っていうのは、できるだけアクセルを離さない方がいいですね。まあ、エンジンの力を直接再エネに生かすってことが、アクセル離すとできなくなる。まあ、充電もエンジンの力を充電に生かせなくなる。はい。で、まあね、この先下り坂なんですけれども、まあ、もうちょっとバッテリー充電して、で、はい、6分の4表示になったんで、じゃアクセルを緩めて、EV 走行に切り替えようかなって思ってるんですけれども、切り替わらないぞと。はい、EV ならない病発症しましたね。で、アクセルを離します。5秒以上のアクセルオフで解除できますけれども、まあ、この先下り坂なんでね、ブレーキ踏んでます。はい、で、今3速にシフトダウンしました。まあ、この5速から3速にシフトダウンする時っていうのはね、ブレーキを踏みっぱなしにしていると、こう、まあ、威圧ブレーキになって、まあ、摩擦ブレーキ、熱として放出するんでもったいないと。なので、まあ、ブレーキ踏み始めて、あ、5速から3速にそろそろ切り替わるかなと思ったり、ブレーキをね、1回離すっていうのがポイントです。はい、バッテリーが6分の5表示まで行ってしまいましたね。まあ、ただ今はね、幸い15キロくらいまでちゃんと回生できたんで、まあ、バッテリー少なくっても15キロ以下っていうのは基本的に回生ブレーキほとんど効かない。まあ、10キロ以下だと全く効かないってなるんで、この車だとね、良かったかなと思います。結果的にはですね。はい。で、エンジンがかかったら、こういう時はね、アクセルを強く踏んで、バッテリーを放電しようと。できるだけバッテリー減らしたいなと思ってます。はい。で、巡航速度になったら、直ちにアクセルを緩めて EV 走行に切り替えます。エンジンかかってる時は、エンジンプラスモーターを心がけて、で、できるだけ EV 走行しようというふうな走りですね。緩めのアクセルで加速すると、バッテリーどんどん充電されちゃいますからね。エンジンプラスモーターで加速して、で、一定速度で走行するときは EV 走行するということで、バッテリーを減らそうというふうに心がけます。はい、まだね、バッテリー残量が依然高い状況なので、はい、最初出だしはね、EV 走行だけど、エンジンかかったら、はい、アクセルは結構強めに踏んで、特にこの変速してすぐですね、アクセル強めに踏むと、エンジンプラスモーターになりやすいですので、そういう走り方をしています。はい。で、直ちに EV 走行に切り替えます。まあ、こういうふうにですね、バッテリー残量が多い時っていうのは、まあ、ちょっと気をつける必要があると。まあ、先ほどのね、回生制限かかった状態では、まあ、回生ブレーキ効かなくなるってなって、ブレーキパッドも減らすし、エネルギーも保存できなくて、当然効率落ちますので、バッテリーが多い時っていうのはできるだけバッテリーを減らそうというふうな努力をして走るっていうのがポイントですね。で、この辺はトヨタのハイブリッドですと非常にソフトが優秀ですので、バッテリーが多い時はですね、まあ、モーター走行の成分が多くなりますので、まあ、そんなに意識的にアクセルワークでバッテリー減らそうというようなことをしなくても効率よく走れるんですね。ただこの IDCD は、まあ、ちょっとね、JC08 モード燃費を追求しているところで、実燃費のことはあんまり考えてないソフトになってますので、バッテリーは結構意識して走らないと、満充電近くになって回生ブレーキが効かなくなるっていうのが普通に平地でも起きちゃうと。はい。今ね、6分の5表示になりましたね。この状態では回生ブレーキはほとんど効かないんで、この状況でブレーキは踏みたくないなってすごい思うわけですね。まあでも幸いこの先しばらく立候できるんで、まあ今は問題ないです。まあこの回生ブレーキの制限がかかるまで平気でね、充電しちゃうっていう行為自体は、まあはっきり言って非常に愚かだなって私は思ってますけれども、まあでもね、運転の仕方で、まあ克服できるってところで、まあこの IDCD っていうのは、まあ運転の仕方でその克服できるっていうのが、まあ、いいかなと思ってますね。はっきり言ってトヨタと比べるとソフトは、まあ、非常によろしくないというかですね。まあ、発展の見込みがあるっていうところはありますけれども、まあ、IDCD は今後はそんなにね、そんなにっていうか全く開発はしてないと思いますからもうね。
その辺は運転の仕方で、克服するしかないかなと思います。はい、で今ね、上り坂、若干上り坂なんですけれども、後ろに車がいなくて EV 走行を粘ってます。まあ、バッテリー、できるだけね、放電したいなと思って走ってますね。で、それなりに放電できたんで、まあ、この先は別にエンジンかけてもいいかなっていう感じですね。まあ、バッテリー残量を適正に保つというのはハイブリッド車の非常に重要なことです。で、その辺はあまり意識しなくても THS2 トヨタのハイブリッドだといいんだけど、IDCG の場合は結構意識して走らないと、バッテリー満充電近くまで普通に充電しちゃうから気をつけてくださいという話です。